今日は1週間後にチェスの世界チャンピオンに挑戦する天才高校生浅野匠くんにインタビューしたいと思います。どうも。さて、対戦相手の有利は闘志むき出しの激しいチェスで未だ無敗の世界チャンピオンですが、自信のほどは？強敵ですが、勝機はあると思います。その知的な笑顔にしびれる、憧れる。浅野先輩、勝ったらついに世界チャンピオンだね。たっくん、世界チャンピオンパカ、すっごいすっごい。ジュエル学園に2人目の世界一が誕生するわけね。もちろん1人目は世界ナンバーワンビューティーのガン。それで対戦相手のユーリとは？ユーリ・アフロスキー、ロシア人だ。うわぁ、すごい髪型、迫力ある。浅野先輩の髪型で勝てるかな。この方がいいんじゃない。おいおい、ヒゲ抜かさなきゃダメだろ。サングラス忘れてるよ。耳で来てるパカ。気分も話せばよいです。スノモカコラブ、いい感じになってきた。チェスはコアモテコンテストじゃないのよ。そうなんです。でも…タコン、エンジェロ、可愛らしいジュエルペットが応援に駆けつけてくれました。はい、パカ。タコを強くしたパカ、なでなでしてパカ。エンジェラ、君に言わなければならないことがある。パカ、僕は世界戦までなでなではしない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界チャンピオン、すごいパカ。昨日はびっくりしたね。うん、まさか浅野先輩がテレビでなでなでの我慢宣言するなんてね。なんでなでなでダメパカ。世界チャンピオンのユーリは闘争心を前面に出して戦う最強の敵だ。僕も闘争心を極限まで高める必要があるんだ。なるほど。エンジェラをなでなですると闘争心なくなっちゃうもんね。ほわわん。チアリはもともと闘争心ないだろ。ないよ。あった。我慢するパカ、タックンが世界チャンピオンになるためパカ。ありがとう。エンジェラ、必ず勝ってみせるよ。頑張ってパカ。世界戦まであと1週間だね。あの2人には長すぎる期間だな。ちゃんと我慢できるかしら。エンジェラの様子見に行こう。なでなでしてほしいパカ。朝からずっとこんな調子よ。エンジェラ大丈夫？限界パカ。ラブラがなでなでするラブ。よしよしです。パカはもっと溢れる優しさに包み込む感じパカ。難しいラブ。うん、ここは浅
そのルビオに任せてくれ。どうだいエンジェラ。全然違う。ツバメだ。時間を追うごとになでなでしたい気持ちが抑えられなくなってる。うわうわもこもこ。そのマフラーは浅野様、チェスのお勉強の邪魔をしてしまい申し訳ありません。いや大丈夫。世界戦頑張ってください。ありがとう。なんて素敵なの。限界だ。空を見上げても足元を見てもエンジェラのことが頭から離れない。思い切り体を動かしてみるか。浅野、どこに行くんだ。ちょっと走ってくる。お前がジョギングなんて珍しい。パカパカ、え？パッカーパカパカパカ。話は今度にしてくれ。おいやっぱ世界戦のプレッシャー感じてんだろうな。世界戦を前に僕は何をやってるんだ。なでなでのことは忘れろ。忘れるんだ。チェスの調子はどうですか。応援はルビーたちに任せて。打倒キューリフラッキー。ユーリアフロスキーです。お前はゾウリサンダルスキー。チェッカーラユーリアフロスキーです。ルビーわざと間違えてるね。バリタスキー。アセアの落胆しましたよ。そんなんでよく世界チャンピオンの私に挑戦しましたね。何？今のあなたに闘争心ありますか？かけらもない。ふわふわもこもこでとても可愛いジュエルパートに骨抜きになってるからです。なぜそれを。ずっと偵察してました。あの時もこの時もそしてその時も。あなたはなよなよ骨抜きで軟骨すら見当たらない。そんなあなたが私に勝てると思いますか。全然思わない。聞いといて自分で答えないでください。浅野先輩は負けないよ。いや悔しいが奴の言う通りだ。これでいい試合できると思いますか。全然思わない。行きますよジュリアス。なでなでのことを忘れなければ勝つことはできない。頭が真っ白になるまで走って走って走りまくるんだ。来たか、ランナーズハイ。うわわわんじゃない。約束破ってごめんパカ。タックフラフラで危なかったパカ。エンジェラ助けてくれたのか。ありがとう。だがこれじゃユーリには勝てない。はっ。どう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 。サナダ間もなく日が沈む。ああそろそろ夕飯だな。ああ俺は
一日の終わりに豆腐と揚げの味噌汁を飲むとホッとするんだ。なぜかと思って調べてみたら、大豆イソフラボンにはリラックス効果があるらしい。そうか。豆腐、揚げ、味噌、全て大豆でできているから完全なリラックス食品だったんだ。はあ。うん。俺は味噌汁の具は無限だと信じている。納豆もグッチョだ。はっ！言っちゃったパカ。うん。エンジェラ、なでなでしていいかな。パカ。真田と話してそれでいいような気がしてきたんだ。パカ。有利には有利、僕には僕のチェスがある。エンジェラ、有利の闘争心に対抗するには君の力が必要だ。わかった。浅野くんも一皮むけたようですな。わ、すっごい上から目線。よっしゃよっしゃ。いよいよ決戦の日だな。有利、迫力あったよね。浅野先輩勝てるかしら。きっと大丈夫。私たちも応援頑張らなくちゃね。うん。そういえばガーネットは？さあ、イベントに乗っかってガンガン売ろうよ。はい、どうぞ。あ、こっちも。はいはい。いよいよ始まるダンス。チェスの世界一を決める頂上決戦。ユーリ・アフロスキー対ナデナデ我慢宣言を撤回した浅野匠くんの一戦ダンス。ルビー、あのジュエルペット誰？わ、あれは地続きで瞳の宝石がオリキスの。今なつった。そうだす、私が実況のキングだす。解説の真田康介くんとイケメンコンビでお送りするだす。変わらず闘争心のかけらもない顔です。チェスは顔で戦うものじゃない。後で吠え面かくなパカ。先に2勝した方が勝利する3連戦の1戦目。開始の合図を主催者のジュエリーナ理事長お願いするダース。じゃあスタート。だな。ねえねえ、チェスってどうなったら勝ちなの？そういえばルール全然知らないね。簡単に言うと、相手の王様を取った方が勝ちよ。王手をかけるときにチェック、それで勝負があったときはチェックメイトと宣言しますわ。チェックだす。はっ、ユーリが王手をかけたよ。それならうまくかわせたみたいだな。チェック。またチェックパカ。大丈夫。またまたダス。チェックチェックチェック。すごいです、怒涛のチェック攻撃ダス。戦況は有利が有利ですわね。やっぱり有利が有利か。有利が有利なんだって。有利だけに有利というわけですな。ふふふ、うわ、恥ずかしいね。チェックチェックチェック、僕が有利だす。どうやら1戦目は有利が勝ちそうだす。いや、一見そう見えるが、チェックメイトだ。なになに、浅野くんの逆転勝利だす。やはり浅野は有利の攻撃の合間にできる一瞬の隙を冷静に狙っていた。やった、勝ったよ。すごいすごい、試合の合間が書き入れ時よ。やったパカ。はあ、エンジェラがリラックスさせてくれてるおかげだよ。ハン、フヌカの勘違いにはやるやるだす。これが私の本気だと思いますか？思わない。
パラストロイカー、なんだと、バカー、パラストロイカー、パラストロイカー、頭がでっかくなったよ。それだけではありません。全身から闘争心がみなぎっていますわ。浅野先輩、頑張ってください。負けんな。じゃあ2戦目スタート。チェス、クロス、トーストユイは3つの定石を組み合わせたトリッキーな手で仕掛けてきている。いつもの浅野なら対応できるはずだが。まずいな、浅野のやつ冷静さを失ってる。タク、もっとなでなでするパカ。僕の猛烈な闘争心の周りはそんな小細工通用しません。チェックマイト。しまった。第2戦はユーリ・アフロスキーの勝利。これで1勝1敗のゴブダンス。僕の本気はまだまだこんなものじゃないよ。ジュリアス・カモン。ありがとう、エンジェラ。ダメパカ。じゃあルビーの魔法で。浅野くんは負けないよ。ハッピーハピネスルビー消えるフラッシュ。あれれ、ルビーたち駒になってる。これはジュエルチェス。ジュエルペットが駒になって戦うチェスよ。私ジュエルペットじゃないよ。ルビーの魔法は適当ラブ。それほどでも。とんでもないことになったです。ジュエルチェスでいいんですか。オッケー、みんなジュエルチェスは何でもあるよ。ガンガン魔法使って戦っちゃってね。すげえ、すげえよ。この勝敗で世界チャンピオンが決まりますわ。こんなんで決めていいのか。ジュエルチェスは指す人のチェス力が反映されるらしいから。僕が負けると思いますか。負けません。進め。勝負の世界は非常だっち。悪いけど手加減はしないから。こっちだって負けないよ。頑張れ私たち。みんなよろしく頼む。蹴散らせバカ。ギリギリ岩式ボンバーだっち。ジュエルフラッシュ。こっちは全国マシ常に1位攻撃よ。ジュエルフラッシュ。白鳥の湖キックから、わわわわ、ヒヒ、ジュスバンガイス。ふぅ、チアリー大丈夫。おりゃ、ビーナイ。いたたた、落とし穴ラブ、どん底です。ごめん、あとは任せたよ。あ、チアリー。でも浅野先輩が優勢ですわ。もう有利の持ち駒は一つだけです。おやおや、こんなので僕が焦ってるとでも思いますか。思います。先に言っちゃダメでしょ。思わないです、ジュリアス。ウィー。お人形ラブ、遊ぶとよいです。近づいたらダメだ。引っかかったですね。急遽攻撃マトリョーシカブレッツ。いけに浅野を倒すです。こっち来るバカ。まずい。大丈夫、ルビーがいるよ。ハッピーハピネス、ルビー消えるフラッシュ。なめっこ。さあやっつけちゃって。なめっこ。どうやらここまでか。浅野、冷静になれ。お前なら逆転の一手が思いつくはずだ。エンジェラ、行くぞ。パカ、パク、世界チャンピオンになるパカ。フラノコパワー全開、ハッピーハピネス、エンジェラ、ジュエルフラッシュ。パカ、
俺は究極のリラックス状態だ。パンパンパカパカパンパカパパカパカパカパンパンパカパンパカパカパカ。エンジェラ、決着をつけよう。これで勝負ありました。チェックメイトです。それはどうかな。はっ、何サノ、じゃあのキングは。そうだす、私がキングだす。いつの間にだす。エンジェラの魔法パカ。ユーリ、チェックメイトだ。そんなことがありえますか。ありえました、ありえました。チェスの新チャンピオンは浅野匠くんだす。先輩すごい、チャンピオン、チャンピオン。エンジェラも頑張ったな。二人で勝ち取った勝利ですわ。おっか、おめでとうです。ヒラヒララブ。あはは、売り上げも世界チャンピオンのガーネット。アサーノ、乾杯です。どうして仮面取ったの。血もぶくれになったぞ。鼻ないじゃん。いい試合だった。じゃあトロフィーだよ。ドヤエンジェラのおかげだよ。ありがとう。わーいわーい、魔法の宝石26個目。お味噌汁パカ。豆腐と揚げ入りだ。ホッとする味だ。染み込むパカ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。